皆さんこんばんは。今日はですね、この目の前に並んでいるちょっと壮観な感じなんですけれども、右側のピアノが、ヴィンテージの、1912年製の CD368 っていう、コンサート事業ですかね、ニューヨークスタインウェイの貸し出し用のピアノとして、最初からそういう目的で作られたというあのサラブレッドの、素晴らしいピアノです。で、最近、僕が高木クラビア所有の、CD75 っていうホロビッツ の、 自宅に実際に3年間ぐらい置いてあったっていう、素晴らしいピアノがあるんですけれども、そのピアノと同い年です。1912年生。で、この隣に並んでいるピアノが、1990年でしたっけの、ハンブルグの、D 型で、通称キヨシっていうふうに高木さんが呼んでらっしゃって、氷川清さんのレコーディングに実際に使われていたピアノなので清っていうふうに呼んでらっしゃるみたいなんですけども、非常に対照的なピアノだっていうことで、非常に今日のレクチャーにとても素晴らしいモデルとして分かりやすいっていうことで2台並べていただきました。それで普段は皆さんピアノを勉強している方が今日はとても多いんですけれども、いわゆるそのピアノの先生にとかピアニストとかねにピアノ奏法とかそういうことを普段教わる機会はあると思うんですけれども、このヴィンテージの、世界でもそのピアノが誕生した時と同じ状態を保っていられるっていう、プロフェッショナルなこう腕前を持った数少ない、世界的なチューナーである高木さんが、皆さんのために特別に、掘り下げた話を、ピアノの勉強のためにということですね。買って出てくださって普段とは全然違う勉強が今日はできるっていうふうに思ってますし、僕もすごい楽しみにしてます。じゃあ高木さんよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。お暑い中学生さんたちが遅れてくるので、ちょっと今遅れてきたかな。あ、今なんか来ましたね。話を引き延ばすように言われておりますので、いつも演奏会で裏方なんですけども、今日はこのチラシを見ると私がなんかメインで喋ることになってたので、ちょっといろいろ思考を考えまして、講演会と、あとは調律師を集めてのマスタークラスでよく呼ばれるので、そういうお話の中から今日は一般の人と学生の音大生の方が多いので、ちょっとその中間ぐらいのお話でいきたいと思いますね。遅れてきた方どうぞ中へ入ってください。はい、まず、はい、どうぞ前の方に、そこにどうぞお座りください。先ほど星野さんからちょっとお話がありましたけど、今日その教材としてですね、ニューヨークのスタンウェイ、ハンブルグのスタンウェイと対照的なの2台今日はですね並べてみました。
これがヴィンテージというの1912年8月24日に出荷された、スタンフェなんですけども、これはもう最初からあの鍵盤のですね、中外すと奥にハンコが、コンサートってハンコが押してあるぐらい、製造段階からもコンサート部の貸し出し用の楽器として作られたんですね。で、まずカーネギーホール当時のですね、それから、どうぞ中に、CD 何番という番号がついてるんですけど、製造番号の頭に CD という番号、特殊な番号がつくんですね。これはコンサート D という意味で、あの貸し出し用のスタンドの貸し出し用の楽器は全部あの CD あるいは CB というのはあの B 型というのは CB で、小型のやつは M で CM という番号であの相性がつくんです。その番号はランダムにつくんですね。順番についてくるんじゃないんです。でまずそのようなことがほとんど知られてなかったので、私がこれを本に書いてから最近ようやく CD っていう何番ですかっていうのが一般的になったので、まあまあちょっとあのそういう意味であのスタンウェイのことが少しよく知られてきたかなと思うんですけども、実はですね、私が、超越市に目指したのが1970年代、この頃はもうヤマハのピアノを、6ヶ月待ちとかですね、ものすごくピアノが売れたんですね。何にもなかったところにピアノブームですから、それはもう飛ぶように売れた時代だったんですね。今とは違ってですね。で、調律師が足りないで、死んだ人が忙しくてっていう話で、僕も調律師になったんですけども、基本的に何て言うんですか、ヤマハの教育を受けてますから、お客さんにはこういうふうに言ってたんです。ピアノは消耗品です、10年経ったら買い替えましょうって言ってたんですね。っていうのは弦の張力が200キロもあるので、バイオリンとかギターと違って、それを木で支えてますから、長持ちしないんですよって言ってたんです。でピアノは新しいに限るで、そうやってあの一般家庭を回ってたんですけど、1983年にホロヴィッツが日本に来たんですね。初来日だったんです。でその時我々調律師仲間ではものすごくこう、まあ今で言えばというか、ビートルズが来たぐらいの大騒ぎだったもんですから、あのフォーカスとかですね、そういう週刊誌にあのこう取り上げられるぐらい行動がですね、クラシックのアーティストで今そんなことないですからね、そういうそのぐらいあの話題になって、まさかあの人はもう来ないだろうって言ってたんです。あの頃日本はもうバブル の真っ只中でだったんですけど、今と違ってどっかにコンプレックスがある時代だったんですね。で我々はこう日本人っていうのは、お金持ちにはなったけども、まだまだこう世界には遠く離れているっていう、相手にされてないと。だからクラシックのそういうトップアーティストはほとんど、特にホロヴィッツのように、ダントツにいわゆる神がかった人はもう来ないだろうと言ってたんですね。それが急に来ることになって、どんなピアノを持ってくるんだろうね。で持ってきたのは、83年に初来日の時に持ってきたのが CD75 という、ピアノだったんですね。それが当時でも70年も経ってる傷だらけの、それはそれはピカピカで、10年経ったらワックスかけて、10年経ったら買い替えましょうって言った時代とですね、真逆の、なんでその70年も経った傷だらけのピアノを持ってきたのかなと。それで NHK ホールで聴きました。これがなんとあのレコードで聴いたホロヴィッツと同じ音がしたんですね。それで、
ずっとそれが気になってた。しかし音楽業界ではもう、ピアノといえばスタンウェイ、スタンウェイといえばハンブルグ、クラシックハンブルグ王道っていう固定観念があったもんですから、ニューヨークにもスタンウェイがあるらしいね、まあジャズならねって言ってた時代だったんですね。さあ、ここで質問です。スタンウェイっていうのはどこの国のピアノだと思いますか？学生さんがいいな、どなたかわからない、どうですか、知ってるか答えは。スタンウェイですか？スタンウェイ、レーゼンドルファーっていうのはオーストリアですよね。アメリカ、アメリカ、それはちょっと教育されたからアメリカ、まず我々の世代ではほとんどスタンウェイ、ハンドイツ製ってみんなそう思ってる。今でも年配の方はスタンウェイってはドイツ製ですよって思い込んでる。ドイツ製のもあるんですけども、実はスタンウェイっていうのは、アメリカで創業した1853年にニューヨークで創業した会社なんですね。まあ、ドイツ人だったんですけど、ハンブルグに工場を作ったのはそこから29年も経って、まあ、先代は51ぐらいで、51か53ぐらいでニューヨークに行ってますから、もう亡くなってたんですね。それで、1853年創業して、同じ年に、ベルリンではベヒシュタインという会社が創業してます。でこれは同い年なんですけども、なんと、ピアノの話っていうのはここからはちょっとですね、非常になんていうんですか、スタンウェイ戦争と本僕が書いたぐらいなので、泥臭い生臭いという話になるんですけど、バイオリンとか弦楽器と違って、今日ピアノ科のね生徒さん多いので覚えておいてほしいんですけど、ピアノだけはちょっと特殊な楽器なんです。他の管楽器、弦楽器に比べて。それはなぜかというと工業製品なんですね、ピアノは。完全にバイオリンのように部屋にこもって一人で作れるものじゃないので、メーカーというものが存在するんですね。なので、そして大きくて重い、持ち運びができない、この大きい理由2つでですね、メーカーが、存在してそれを作り続けている以上、やっぱり今年の新型一番って言わなきゃいけないですね。それはメーカーが存続している以上、どうしてもそこを古いものを認めてしまうと、新しく今年の新型として売れないので、それを分かりやすく始めたのがヤマハというメーカーだったんです。我々日本は、1887年にヤマハトラクスさんという人が初めて足踏みのオルガンを作った年ですね。でその時にはすでにもうローズウッドというですね、うちに、あるスタンウェイの1887年モデルがあるんですけども、それはもうそんなフルコンを作ってた頃に、やっとヤマハが、トラックスさんという人が日本で足踏みのオルガンを作った年だったんですね。でヤマハがやっぱり1970年代にスタンウェイもベヒシュタインも見に来るんだよ、浜松までっていう自慢してた時代があったんです。それはベルトコンベアでピアノを作るようになったのはヤマハがやりだしたことなんですね。でそれをびっくりしてみんな見に来たんですね。で、どん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 ベルトコンベアでピアノを作るようになったので、次から次に できてきますから、それを一般家庭にバーッと売って、それで、
ヤマハは10年経ったら買い替えましょうってやってたんですね。で、スタンウェイはもともと大きいピアノから作り始めたんです。なのでヤマハのようにアップライトから作り始めて、それからグランドピアノを作り始めたのは20世紀入ってからですから。で、フルコンを作ったのが、39年8年とか、いわゆる東京オリンピック前のですね、あの頃にやっとフルコンを作ったんですけども、スタンウェイっていうのはまず A 型っていうのは190センチで、 B 型が2メーター11、それから C 型が2メーター45、そして、D が2メーター74というふうに、それがフルコンというサイズ、ABCD というサイズを最初に作り始めたんですね。 A 型、一番小さいので190センチですから、ヤマハでいうと C5、G5 というぐらいのサイズですね。で、小さいのを作らなかった。それはピアノが小さいより大は小を兼ねるからということで、ある程度の大きさのから作り始めたんですね。で、20世紀に入ると今度はマンハッタンにマンションがいっぱい建って、でスタンウェイも有名になったので、営業があのマンションにいっぱい小型のスタンウェイ入れたいんだということになって、でもずっと営業は、技術の方は反対してたんですね。小さいのは作りたくない。それで説得されてようやく作ったのが M 型っていう170センチ、今でいうヤマハでは C2 というタイプですね。それから O 型っていうのは180センチ、いわゆる日本で一番多いであろう C3 という大きさのものですよね。全てのピアノメーカー、スタンウェイのサイズを基準にして形を作っているので、それから S 型っていうのを作った。それが157センチですから、G1C1 ってやつですよね。それはもう1927年とかだいぶ経ってからなんですね。だけど ABCD っていう番号をつけちゃってるので、それよりも小さいのは A よりも下の番号がなかったんですね。それで S、スモール、ミディアム、それで L、リビングルームサイズ、SML っていう、SML、ABCD っていう風にサイズを後から作ったんですね。なので、普通のピアノ、日本のメーカーとは全く逆で、アップライトから作り始めて、だんだんピアノのサイズを大きくしたのが違うんですね。それは、なぜそうなったかっていうとですね、まずそこから、50年ちょっと遡りますね。ちょっと映像があるので見てください。はい、これショパンの、ショパンは1849年に亡くなりました。1810年生まれですよね。ショパン、シューマンと同い年で、リストは1歳年下なんですね。いわゆるロマン派の、貴族のこういうサロンで弾いてたんですね。はい、これがショパンの時代、大ホールなんかなかったんですね。ですからピアノは、これはプレイエルというピアノですけども、はい、もう少し遡ります。これフォルテピアノって言いまして、うちに僕が書いた本で、今のピアノでショパンは弾けないというタイトルの本を3年ぐらい前に出したんですけど、それの表紙に出てるのがこのピアノ。これが1827年のヨハン・クレイマーというウィーン式の、フォルテピアノですね。ベートーベンが亡くなる2年前です。
ベートーベンの時代はもうまさにフォルテピアノ。これ上の方を見るとですね、あるものがないですよね。金色の今でいうフレームが、金属のフレームが全くないですよね。ただの木の箱なんです。それに細い弦を張って、それで弦の張力も非常に弱く、でなぜかというとフレームを入れられないので、いやいやフレームがなかったので、まあ、フォークギターみたいなもんですね。弦を強く締めると潰れちゃうんですね。それと金属を加工する、技術がなかったので、真鍮の弦ですね、下の方は。だから張力が弱いんです。だから音もベロンベロンという音ですね。ピアノはまあ、チェンバロからフォルテピアノここになったんですけど、ペダルを見てください。4音ありますね、はい、で右と左は今のピアノとほとんど同じ役目なんですけども、この時代のピアノは、まあ、音楽家、作曲家、いわゆるピアニストと、ピアニストとしてピアノを演奏して食べていくんじゃなくて、音楽家、作曲家、ピアニストだったんですね。作曲家、ピアニストに、向けて開発して、で作曲するときにいろんなアイデアをもらって改造していった。まだベートーベンの時代っていうのはピアノがこんな状態ですから、とてもとても大きい音が出ない。それと弦の張力が弱いということは音が伸びない。音が伸びないっていうことはどういうことかというと、音色が変わらないってことなんですね。でやっぱりこの時代の主流はピアノじゃないんです。弦楽器なんですね。弦楽器がやっぱりメインなんです。弦楽器はもうこの頃すでに完成されてましたから。だから弦楽器にできることはピアノにはできないので、弦楽器にできるようなことをいろいろやりたかった。まず音色を変えた。ペダルが4本あるのは全部右と左以外はまず6本あるやつもあったんですけど、音色を変える、それも機械的に。アップライトの真ん中のペダルはおそらく皆さんよくご存知だと思うんです。ガチャってやるとハンマーの間にフェルトのカーテンがベロッと降りて、消音ペダルって言いますよね、音を消す。ところがこの頃のこれもモデラーターってそれがついてるんですね。ガチャッて切りが出てくるんですね。それは音色を柔らかくすると。だからペダルはほとんどが機械式に、ピアノの音色を変える。だから音楽家にとっていかに音色を変えるということが重要だったかということなんですね。それといわゆる音が伸びないのですぐに減衰してしまうんですね。だから音をなるべく伸ばしたい、まあそういうところで音楽家たちにとってこの頃のフォルテピアノはまああんまり完成された楽器ではなく、どっかに不満があったんですね。だから毎年のように新型が出てどんどん、だから規格統一されてなかったんです。それでフレームがないので持ち運びできますから、それでまあ今の例えばレンタカー借りてですね、右アクセル、左がブレーキって決まってますよね。これがいろんな他にもペダルがあったりしたら迷いますよね。だけどそれと同じようにピアノはこの頃のフォルテピアノと持ち運びができたので、そのピアノに慣れたらそのピアノ持っていった。しかもバーンと叩くと弦が切れたりアクションが壊れたり、したんですね。だからこれはリストですけども、リストは3台ピアノ、フォルテピアノを用意して、壊れるとはい次入れ替えて演奏会をやってたんですね。このリストという人とこのベートーベンの間に、
ものすごく高田が50年ぐらいの間にこのフォルテピアノから近代ピアノまで変わっていく、わずか50年ぐらいでガラッと変わったんですね。でベートーベンが、1827年に亡くなります。1827年にそのベートーベンが亡くなってから、そこからロマン派という時代に分けるんですね、音楽業界では。ベートーベンが生きてた時代は古典派ですよね。それは覚えて帰ってください。ベートーベンが死んだ次の日からロマン派なので、シューベルトはベートーベンの葬式に出て半年後に亡くなったので、そこ両方古典派からロマン派までね、両方知ってる作曲家なんですね。ベートーベンが古典と言っていくまでが古典派だというふうに思います。いいかと思います。はい、その間にですね、さあピアノのさっきの、まあ、このぐらいの天井は高いですけどもところでやってた、クラシックの、音楽を、ショパンが一番大きいところでやったのがサルトレールという一番最初の300人しかないところでやったのが一番大きいところで弾いた、経験なんですね。だからショパンの曲って大ホールで弾くことを想定してません。ベートーベンは、まあ、ベートーベンでリストはですねわずか1歳年下なんですけども、この人が今のクラシックのいわゆる形態を作ったんですね。これはそれまではもうショパンなんかは特に、ここにですねちょっと面白いですね、ヴィンテージピアノ、はい、これが、去年私どもが、フランスからちょっと買ってきましたプレイエル、ショパンが36歳の時のプレイエルですね、楽器ですね。ショパンは1843年のモデルなんですけども、これは本当にプレイエルさんが、ショパンがポーランドからフランスに出てきたすぐ1年後からずっと亡くなるまでプレイエルがこの会社がスポンサーを、ショパンのスポンサーだったんですね。最後にプレイエルさんがショパンの棺桶担いだぐらいですから、最後の最後までこのプレイエルというメーカーが、ショパンのまず、ちょっとモデルチェンジをすると新型を出すとショパンに曲を書かせて、それでそれを今はレコードありますけどこの当時はないので楽譜を書かせてそれを売った。でサロン のいわゆるコンサートの企画もしたんですね、プレイエルが。だからそういう意味ではマネージメント、レコード会社でピアノの提供をやったんですね。で僕はずっとリストがですねクラシックってもともとねこういう貴族のいやブルジョアのサロンでやってたと言ってもそんなにお金もらえないですからね。でフランス革命でいわゆる貴族が解体されちゃって、それで音楽をクラシック音楽が一般大衆のものになったんですね。でチケットを売ってそれでコンサートをやる。そうするとそれで音楽家たちがスポンサーを貴族ブルジョアから一般のいわゆる一般市民に、スポンサーを変えたのがリストという音楽家ですね。でこの人はチケットを売って収入を得るためにだんだんこの広いところでやった方が人数がいっぱい入った方が儲かりますからね、どん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 広いところでやるようになったんです。そうするとリストの曲もみんなそういう派手な大音量でこうビルトーズで一般の人が喜びそうな音楽 この芸術的な音楽性を云々よりも
初めて聞いた人でも分かりやすいのを書いたんですよね。それは一般大衆にあのチケットを売るためだったんですね。そうするとピアノ壊れたんですね。で、はい、次入れ替える。それでピアノメーカーはどんどん新しく耐久性のある楽器を作ってリスト先生に提供したんですね。まあショパンは逆にプレイエルにこだわって、僕はああいうふうになりたくない。それでプレイエルはショパンと共に夜こう、リストはエラールという楽器を好んで使ってたんですけど、この楽器の方が格段に進んでたんですけども、ちょっと旧式のこのプレイエルをショパンはずっと使ってたので、まあ貧乏してたんだろうなっていうイメージ、最後にねいわゆるジョルジュ・サンドとね病気になって39歳でリストって70いくつまで行きましたからねと思って、ヴィンテージの楽器をやってるとどうしてもエラールからプレイエルは知っておきたい楽器なんですね。それでやっとオリジナルの楽器が見つかったので、僕それを買って日本に持ってきて、それでプレイエルのことを調べたら、なんとですねショパンってですね意外と金持ちだったんですね。もうショパンプレイエルの顧客リストが残ってまして、そうすると誰々さんにプレイエル何型販売証明ですよね。これでショパン紹介者ショパンリベート 10% 10% ずつのあと60台持ってるんです。だから当時のピアノですから、今のピアノじゃなくておそらく大金持ちしか買わないですから、それの売って 10% でレッスン付きで結構ちゃっかりと儲けてたんですね。でなんと馬車まで持ってたショパンが。それ聞いた時にちょっとショパンのイメージ変わっちゃいましたね。今フェラーリ持ってるとかねベンツの持ってるっていうレベルじゃないんです。当時の馬車っていうのは馬は運転しない時でも飯は食うそれを管理する人が必要だから、最近テレビでホストが、大金持ちでフェラーリ持ってますとかなんとかってガレージにザーっていうのは、あんなのはお金ポンとその時買えばいいわけですから、運転手とその馬の世話をする人をずっと雇ってる方がよっぽど金持ちなんですよね。それをで何かのあれにお父さんに宛てた手紙か何かにお父さんがショパンがいわゆる金遣いが荒くて困るというあれがあったので、まあリスト並みに稼いだお金全部使ってたんですよねショパンは。まあそれでちゃっかりとお嬢さんの前でですね弾いて、それでピアノ売りつけて、なんかいるんですよそういう人今でもなるほどと思ったんですけど、話ちょっとショパンのショパンいい人ですけども、ちょっと話が取れましたけど、さあそれでどんどん広いところでピアノ演奏会をやるようになって、スタンウェイさんのところ話を戻しますね。でスタンウェイが、そうですね、1853年にこの歴史の方行きますか、はい、ショパンからリスト、その後、まあ、フランスはあフランスじゃなくてごめんなさい、ヨーロッパは揉め事がいろいろあって戦争があって、そして新天地アメリカに出てきた人たちの中でスタンウェイさんたちファミリーがですね、まあ彼ら天才だったんですね。
スタンウェイ&サンズという会社を1953年に作って、それで最初はエラールのコピーをしてたんです。でそこから1884年にニュースケール D というあのピアノを発表するんですね。それはもう完全にエラールのいわゆる欠点を全部クリアして、簡単に言うと今のピアノになったんです。それまでは毎年のようにモデルチェンジしてた、いろんなフォルテピアノがいろんな種類があったのが、ここでスターウェイがこのモデルを出してから他のメーカーがビタッと止まっちゃうんですね。これはどういうことかっていうと、やっぱり音楽家たちがあの不平不満があったけども、スターウェイがこのモデルを出してからアメリカで、それまではバカにしてたんです。アメリカの、まあ、あのヨーロッパから見れば新天地に行った人たちのアメリカのものだろうとちょっと下に見てたんですけども、アメリカはそのリストのやり方をさらにビジネスとして、あんな狭いサロンでやってた音楽を、はい、1893年ですね、カーネギーホールというのを作るんですね。でカーネギーホールと、あとはメトロポリタン、それも3000人4000人規模のコンサートホールを、19世紀に作るんですね。そうするとあのチケット収入莫大になりますから、そしたらオーケストラもチェンドオーケーだったんですけども聞こえないので、今の100人規模に人数を増やしたんですね。オーケストラは数を増やせば音量上がりますから、それは意外と簡単に人数を、だから、ショパンや、モーツァルト、まあ、もちろんベートーベンもそうですけど、あの時代のオーケストラってあの室内楽ですか、チェンバーオーケーですよね。だけどあの頃の100人規模 のオーケストラでやってないし、でピアノもあれフォルテピアノですから、いわゆるロマンハイル前のコンチェルト、ショパンよりも前の、聞くとですね、ピアノが弾き始めるとオケ管楽器とか黙りますよね、聞こえなくなっちゃうから。でこのカーネギーホールができてから、これは19世紀の末、ここから20世紀にかけてラフマニノフとか、まあ、この辺でちょうどチャイコフスキーとかですね、あの辺になるとピアノの大音量で鳴る、このスタンウェイがこういう楽器を作ったので、あの特に一番わかりやすいラプソディブルーなんてガーシュウィンのね、あれカンカン鳴ってるところでピアノがこう一生懸命一緒に弾いてますよね。あれはこの当時のこういう楽器が聞こえたんです。なので聞こえる楽器があのできたので、ああいう曲を書いたんですね。はい、これがカーネギーホールまでのお話で、さあ次にですね、ちょっと待ってください、ね、はい、ちょっとここで面白い映像をですね、見たいと思います。そのローズウッドのスタンウェイのですね、ホロヴィッツが2回目に来た時に、日本になって、大喜びして、このピアノがあるんだったら日本に持ってくることはなかったよって、自分のピアノを持ってくることはなかったって言った有名な、ピアノがあるんですけど、それが、2001年6月19日にうちに来ることになったんですね。で僕はそのピアノ有名だったので、まずそれを来た時にボロボロだったんです。それをカーネギーホールにあった楽器ですから、カーネギーホールのステージの上で当時どういう音で鳴ってたのかを実験したくて、ですぐにニューヨークに送り返したんですね。でホロヴィッツ の有名な調律師だったフランツ・モアという、まあ、彼はスタンウェイのコンサート部のチーフだったんですからね、彼に頼んで、当時のいわゆる骨董品じゃなかったわけですから、
それを当時のなってた状態に戻すオーバーホールをしたんですね。そしてカーネギーホールを1日借り切って、で、いわゆるこのレコーディングをそこでやったんです。これがその時の、カーネギーホールのクローズウッドって、今度12月9日に弾きますよね、はい、ここで。あれ止まっちゃいましたね。はい、エンディングをして、私が立ち上がって次にですね、ニューヨークのスタンウェイとハンブルクのスタンウェイの違いですね。ハンブルクのスタンウェイって一番最初にご説明しましたように、ニューヨークのスタンウェイがうまくいってから30年近く経って、29年ですね、経ってから、ピアニストたちはピアノにどんな響きを求めたのでしょうか。アルツール・ルービンシュタイン、彼が求めた音は深く温かい音色。人それぞれ好みに違っても今はもうなくなりましたけど、いつも演奏会に選ぶ名器がありました。それがスタンウェイホール、57丁目になったピアニストの 95% は演奏会で使用すると言われるスタンウェイ社のニューヨークの工場を訪ねました、うん、工場の中に一歩足を踏み入れると木の香りがいっぱい。2階までカエデの木の板を張り合わせています。その数20枚。大の男が8人がかりで運びます。実はこの20枚の板がピアノの外枠になるのです。この会社が開発した圧縮機で弓形のフォルムに仕上げます。丸1日圧縮した後、一定の温度と湿度の下で凍らし安定させます。半年後、いよいよ弦を張る作業が始まります。特殊合金で作られ強い張力を持つピアノの弦。コンサート用ピアノの場合、その数は88の鍵盤に対して243本。弦から出た音は
全部この響板が振動することで全体に響き渡っていきます。ピアノの魂、響板。この響板こそがピアノの心地よい響きを生み出しているのです。響板は1枚板ではなく16姉妹の板を合わせて作られます。それは木の年輪の細かい部分だけを使い作るためなのです。この細かい木目を見てください。木目が 1.5 ミリくらいです。木目が細かいほど音がよく伝わるんです。もし木目がこんな風に粗かったら響板の振動が十分でなく良い響きが得られないんです。そしてスタインウェイ社の本領が発揮されるのはピアノがほとんど完成してから。彼は最後の音の調整を行う専音師です。機械では計測することのできないわずかな音の違いを明確に聞き分ける特別な耳を持った職人。これがピアノの心臓部、ハンマーアクション。ピアノは鍵盤を叩くとハンマーが弦を打って音が出る仕組みになっています。この弦に直接当たる部分を調整し全ての鍵盤の音を整えていくのです。ヤスリを使うと音が硬くなり、針で穴を開けると音が柔らかくなる。職人の勘だけが頼りの作業。全部自分の耳と経験だけが頼りです。何年も訓練するしかありませんね。500人の職人が技を注ぎ込み1台のピアノが完成します。20世紀の巨匠たちが多くのコンサートを開いたクラシックの殿堂カーネギーホール。そのステージの裏にあるカプランルームと呼ばれる作業部屋、そこで一人の男が1台のスタインウェイを調整していました。幻のピアノを伝説の調律師が今よみがえらせる。ニューヨーク、クラシックの殿堂カーネギーホール。そのステージの裏のカプランルームと呼ばれる作業部屋で一人の男が1台のスタインウェイを調整していました。フランツ・モア、世界で最も有名な魔法の箱の管理人。20世紀最も音にうるさかった2人のピアニストから全幅の信頼を寄せられた男。一人は鍵盤の魔術師ホロビッツ。この音をよく覚えててくださいね。もう一人は奇才グレッグールド。全てのアーティストは違う音色を求めていました。200本の弦の音の高さを調節する調律。基準となるのはラの音。音叉といわれる道具を使い弦の音を一つ一つ合わせていきます。今調律しているのは幻のピアノ。かつて巨匠ホロビッツの目に留まり、そのテクニックに応えたピアノです。シリアルナンバー54958。それは今から16年前のこと。コンサートのため来日したホロビッツは宿泊したホテルにあった1台のピアノに目を留めました。そしてホロビッツはこう言ったんだ。これなら僕のピアノをわざわざ持ってくる必要はなかったじゃないかってね。今回フランス・モアさんはホロビッツの音をもう一度聞きたい、このピアノで録音したいというピアノの持ち主の願いに賛同し調律を引き受けました。ホロビッツの音作り、フランツ・モアさんにとって15年ぶりの仕事。ハンマーにヤスリをかけていきます。こうして音を整える静音作業によってピアノはホロビッツの音色を取り戻していきます。ある時は深い音、ある時はきらびやかな音。彼の手にかかればピアニストの好みの数だけ
音色を作り上げることができるのです。はい、そこまでですね。ちょうどまた電源が落ちてしまったこれはちょっとカットしたあたりなので、これはですね、2002年6月19日に、カーネギーホールで、さっきのピアノは今この裏にあるんですけども、よくこう活躍してるピアノでありまして、これは1887年製のスタンウェイなんですね。でこれがホロヴィッツが何で喜んだかっていうと、ホロヴィッツがピアノにこういう調整をしてくれと言ってた通りの状態がすでにもうなってる。どういうことかっていうと、先ほどお見せしましたフォルテピアノ、いわゆるチェンバロかフォルテピアノ、それからプレイエル、エラール、そのすぐ後なので延長線上にあるんですね。その音色といい、作ってる職人たちのやっぱり考え方が、ま、この時代のロマン派真っただ中ですから、それからハンブルグのスタンウェイが、20世紀入って、30年経ってって言っても20世紀入ってですね、世界中で主流になったかと普通みんな思うんです。残念ながらクラシックの王道ハンブルグ、ドイツ、スタンウェイというのは大間違いだったんです。僕はこのニューヨークのスタンウェイのコンサート部っていうところに日本人誰も行ってなかったんですね。そこで見たもの、聞いたこと、習ったことっていうのはですね、日本ではありえない。なんで日本人はここに来なかったんだろうなと思うぐらい、それは歴史がもうまるっきり違ったんですね。ハンブルグのスタンウェイをクラシックのステージでこんなに使うようになったのは戦後のことなんです。なのでまるで戦前からずっとハンブルグのスタンウェイをクラシックのステージで、皆さんがコンサートホールで使う学生さんたちがね、ピアノはハンブルグのスタンウェイ、ほぼ 99% そうですよね。ただあれは戦後の楽器なんです。戦前はほとんどなかった。なぜだか分かりますか？さっきも言ったでしょ、スタンウェイってアメリカのメーカーでしょ。20世紀に入って第一次世界大戦、第二次世界大戦、ドイツは敵国だったんですよ、アメリカと。だからドイツのハンブルグの工場はほとんど、まあ、空襲でボコボコになっちゃったし、アメリカのいわゆるピアノメーカーをピアノだけは別ですって守ってくれませんよね。もう完全にほとんど作ってない。しかもニューヨークで作ってた創業したスタンウェイがいわゆるハンブルグに工場を作ってもノックダウンだったんです。部品を全部、ほとんど重要な部品を、ハンブルグに送って、そこでハンブルグが組み立ててたんですね。なので例えばこういうエプソンのね、電気製品でもメイドインチャイナとかマレーシアとかって書いてありますよね。だからといってソニーや、ね、エプソンは中国製かってみんな思わないですよね。これは日本製だと、組み立ててるのは中国で作ってるけどと思いますよね。あれと同じことがピアノの世界でもあったわけですよね。なので、ノックダウンで送ってた。しかし第一次世界大戦で敵国になったので部品を送れなくなったんですね。だから創業はほとんどやってない。第二次世界大戦が終わるまでと第一次世界と第二次世界大戦の間の5年ぐらいの間細々作っただけなんです。これは戦前にドイツに留学した
ピアニストのほとんどが持ち帰ってきたのはベヒシュタインのはずです。ハンブルグのスタンが持ってくるってことはほとんどなかった。戦争でアメリカが勝って、それで戦後ルビンシュタインを広告塔にしてハンブルグの工場を再建して、それでハンブルグのスタンを今度はヨーロッパ中に売るために、それでハンブルグスタンがガンガン売ったんですね。その時に日本はクラシックブーム始まったんです。で、代理店がハンブルグのスタンウェイ のいわゆるリーダー権しか持ってなかったので、それで日本中ハンブルグのスタンウェイが飛ぶように売れて世界一売れたということなんですね。で、スタンウェイではこういうふうに分けてるんです、90年代まで、いわゆる合衆国北米がニューヨークのスタンウェイ、南米も含めてあと世界中がハンブルグのスタンウェイと、同じ会社で別工場で作ってるのでテリトリーを分けたんです。なぜかと、僕がこれはさっき言ったスティーブンさんって社長に直接話を、どうしてもそういうのって本で読んだり聞いた話ってあんまり信用しないので直接話を聞いたんですよ。なんで日本にニューヨークとハンブルグと両方入れないの？聞いたんです。明快でやっぱりビジネスマンですから、明快な答えを返って、ピアノはね、木を切って乾かして2年乾かさなきゃいけない。だから2年後3年後に何台売れるかを計算して木を切って乾かしてるんだ。だからドイツとニューヨークの工場で同じスタンドで作ってるけども、それが為替の問題で、今当時ユーロでなかったんで、マルクが高いしドルの方が安いからニューヨークをだーって入れる、それで逆になって今度はハンブルグの方が安くなったから、それをやられると困る。それはそうですよね、計画生産してるわけですから。で、職人が作って、こういうものだといっぺんに売れたらロボットが作りますからね、増産すればいいんですけども、木を切って2年も乾かして作らなきゃいけない楽器ですから、急に増えても減っても困る。なのでスタンウェイってのは1900年頃からずっと生産台数を同じにして毎年 10% 定価を上げていくっていう経営方法をやってるんですね。そうすると10年で2倍になるんです。だから今フルコンをこの間聞いてびっくりした、2400万ハンブルグのするんですね。これちょっと余談ですけど面白い話があります。大阪のシンフォニーホールっていう有名なサントリーホールよりも古いんですけど、あそこにさっきのカーネギーのローズウッドを持ってってコンサートやったんです。2ヶ月ぐらい前、チェロの人とイタリア人の、そしたらずっとこうリハーサル聞いてた館長の人がこう終わって上がってきて、いやこれはいいですねって、これもうプログラムに書いてありましたから、明治20年の1887年の楽器ですから、いやこの間スタンウェイ買い替えたばっかりなんです。そうですか。だからそこからがびっくりしたんです。営業が回ってきてスタンウェイのね、10年経ったから買い替えてくださいって言ってきて、私知らないから買い替えたんですよ。でピアニスト、外人のピアニストが選定しますからっていうことに乗せられて、で選定してその新品を、それで聞いた2400万ですね。それを引き染めのコンサートで、その外人のピアニスト、私はこれ選んだけど実際に弾くのはこっちの古い方で弾きたいって古い方でコンサートをやったんですよ。変だなと思ってたんですけど、それはそれでそのピアノは下取りにしないで置いといた。3台今あるんですよ。正解です。せっかく少し落ち着いてきただけのピアノ、10年経ったからって2400万ポン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 買い替える、
それって70年代にヤマハで僕らが習った商売と一緒だなぁと、スタンウェイは別だと思ってたんですけど、最近は売れなくなってとうとうそういうことを始めたらしいですね。私はスタンウェイのいろんな話をしているのは、私が初めてホロヴィッツのその初来日の時のピアノを追っかけて行ったのが、88年だったんですね。そうするとその1年後にホロヴィッツが亡くなったんです。それでそこからガラッとスタンウェイって変わったんですね。やっぱりあれが最後の巨匠、それでああいう人たちの仕事をしてるから、ま、孫まで ここから孫までうちはスタンウェイでピアノ作ってるってことが自慢だったんですね。ところがホロヴィッツいなくなり、オーナーがもう3回も変わりましたから、職人たちがどんどんいなくなって、それで全部よそからですね、季節労働者で、オーナー変わると必ずやるんです、その合理化を。それは傾いてるから買うわけですからね。そので、会社を買って、それで儲けようと思って必ずやるのが、ハンブルクとニューヨークのスタンウェイの共通化をやるんです、部品の。ところがミリとインチでもともと違うんですから、もともとの設計は全部ニューヨークでやってるんですから、合うはずないんですね。だけどどうしても合理化のためにそれをやる。そのたんびにスタンウェイというのはだんだんひどくなってきて、僕はその90年代にびっくりしたのが、ブルース・スティーブンスって、あの社長がニューヨークタイムズに広告を打って、矢のように抗議が突っ込む、スタンウェイはひどくなったっていうクレームがいっぱい来てた頃なので、新しいオーナーがスタンウェイは木を乾かすのにコンピューター制御の電気炉で乾かすにしたから大丈夫ですみたいなことが、みんなこの新しいオーナーピアノのこと全く分かってないなっていう噂が立ったぐらい、それは混乱してた時代が続いたんですね。それでハンブルクはまだクラフトマンシップ高かったので、丁寧なものを作ってたんです。それからとうとう90年代以降ですね、これがおそらく最後の頃の90年代楽器なんですけど、90年代以降2000年になると横のロゴが大きくなります。スタイル&サウンドっていう字が大きくなるんですね。それで見分けられるのは、ここの横に下の字が大きくなるんです。これは僕それを見た時、みんな字が大きくなってたのに、ハンブルクのスタンウェイひどいよね、ニューヨークのスタンウェイもっとひどかったですから、それで我々が良かった頃のスタンウェイを知ってる時代なので、皆さんもさっきからね、ピアノの歴史を今の音大さんの皆さんは驚かれると思うけども、僕もこの歴史調べてて、私の父親が、1920年代ですから、ラフマニノフ、バデレフスキー、コルト、みんな知ってる世代なんですよね。そのおじいちゃん1880年頃ですから、まずっきりロマン派なんです。ブラームスも生きてたし、だからそんなに古い話じゃないんです。おじいちゃんが生まれた頃のですね、いわゆる明治、リストも生きてたし、リストは1886年に亡くなってますから、そうするとですね、リストの生演奏を伊藤博文が生で聞いて、日本の芸大に引き寄せようと、来てほしいって言ったぐらいですから、古い話じゃないんです。たかだかこの200年以内、さっきのショパンの楽器175年前ですから、150年ぐらいの間にですね、の出来事なんですね。だからそんなに古い話じゃなくて、そう思うとこの激動ので、僕もホロヴィッツやルビンシュタインや、ミケランジェリや、知ってる生で見た世代なので、やっぱりこれからの人たちにピアノってどん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 プラスチックのようになってしまって、キーボード化したんですね。で、ファツヨリ、
いわゆるヤマハが買ったベーセンドルファ、それからベヒシュタイン、最近シゲルカワイ、よくコンサートで聞きますよね、名前を。あれはあのコンクールで選ばれたとか言いますけども、良かった頃の30年以上前のスタンウェイを知ってる人たちからすると、あの頃はダントツに良かったんです。スタンウェイがもう誰も 96% か 7% がスタンウェイ使ってましたからね。それはあまりにも良かった。それでこの神の楽器がなんだなんだ、季節労働者たちで作るようになって、職人がいなくなって、そうすると作りやすくなるんですよ。あのいわゆる企画、まあ、職人じゃなくて普通に作るわけですが、そうすると他のメーカーのピアノがあたかも良くなったように思うんですけども、スタンウェイが降りてきてみんな平均的に今なってしまったんですね。だから良かった頃のスタンウェイを、やっぱり巨匠たち の時代を、今巨匠いなくなっちゃいましたから、我々次の若い人たちの世代に伝えていかなきゃいけないなと、思うんですが、ちょっとパソコンのトラブルがあったりしてるんですけど、ここで休憩をさせていただきます。後半はこっちを引いたり、どうぞ、あのドリンクはお隣。